はい、今回は、川崎秋の試乗会 in 大阪舞島というイベントに行ってきたので、その模様をお送りしたいと思います。川崎の忍者戦ですね。足つきは両足つこうとするとちょっとかかとが浮きますけども、片足やったらベタですね。チェンジした時にガチャポンっていうのが気持ちいいですね。ポジショニングはあれですね、意外と楽ちんなポジショニングですね。僕 GSR750 乗ってるんですけど、一緒ぐらいか、ひょっとしたらこっちの方が楽ちんポジションかもしれないですね。思ってたよりも楽ちん、ツーリング向きかな。加速もあれですね、僕の GSR750 より断然速いですね。やっぱ加速がこうよくね言われるような、なんか後ろから蹴飛ばされるぐらいの勢いの、とんでもない加速しますねこれ。って違うな。7半よりもやっぱ迫力ありますね。加速にも乗りやすいな忍者戦。これやったらツーリングも良さそうですね。いやーこれ良かったな。はい、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。他にもね、いろんなバイクの試乗動画があるんで、よかったらそちらの方もご覧になってみてください。あとグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。